はいのまあ第1問ですね。はい、じゃあまず問い1やっていくんですけども、まず与えられてるこれですね。はい、問題を読んでいきます。A 第1問 A、ある高校では缶詰のツナを利用し骨格筋の、観察実験を行った。少量のツナを洗剤液の中で細かくほぐした後、よく水洗いしながらさらに細かくほぐした。これを染色液に浸してしばらく置いた後、よく水洗いしてスライドガラスに乗せカバーガラスをかけて顕微鏡で観察した。接眼レンズを通して見えた像をスマートフォンで撮影したものが次の図1、接眼レンズ越しにスマートフォンで撮影したやつがこれで、これの一部を拡大したのが下の図ですと。まあ別に問題自体は特にひねった条件は出てないかなと思います。普通にまずここの問題文の中でそのキーとなるのがこの骨格筋ね。骨格筋、この骨格筋というのはチェックしてくださいね。骨格筋、つまり、筋原繊維の話をしてると大丈夫ね。骨格筋って書いてありますから、筋原繊維の話を、してますと、その構造の話をしてますというのがまず分かりますかということですね。これが分かればもうそんなに難しい問題ではないです。思考問題は全体的に難しくないです。Z 回の、共通テストの模擬問題とか、そういう方が全然難しい。だから順番的には本当はその予備校が出してる Z 回の模試とか寸大の模試とか、河合の、共通テストの予想問題とか、ああいうのをやった後に本当は思考問題やった方が思考問題簡単に感じる。だけどとりあえずはね、まずあなたの場合は思考問題から、解けなきゃいけないので思考問題からやっていきましょうというところです。じゃあこれこれがね線が引っ張ってあって、でこのまず問1ですよね。図2中の直線 R に相当する位置での切断面の様子を模式的に示したものと、切断した面で点がついてると。点、これ何種類ありますか？2種類だね。小さい点と大きい点があると、2種類あります。で A っていうのは小さい点のみ、B っていうのは小さい点と大きい点の混合だよね。 C っていうのは大きい点のみと、こうやって3段階に分かれてるってことを見れば、いわゆるサルコメアの内部の話をしてんだなっていうのは分かりましたかね。要は模式図簡単に書くとこうあって、こうあって、こうあるよね。でこの一小節分、一小節で音楽になっちゃう。一節分、一節分をサルコメアと、言いますと。近節のことですね。近の節のことをサルコメアと言いますが、つまり B はもうすぐ分かるよね。混合してるんだから B ってどこですか？重なってるところ。なるほど、外見方が分かんない。切ったあれが分かんないかな。じゃあ戻ると、復習するとね、これがアクチンフィラメントだよね。これがミオシンフィラメントだよね。じゃあ小さい点と大きい点ってどっちがアクチンフィラメントですか？これさ、模式図書くときにさ、ちょっとまあ僕意地悪したんだけどさ、実際の模式図ってこっちが太いよね。覚えてます？ってことは小さい点の方がアクチンフィラメントですよね。うん、これ小さい点だよな。でもこれはもうこのサルコメアの図を覚えてればもうすぐ解けるもんですよ。でミオシンフィラメントは太い点だよね。太いって何か、大きい点か。大きい点ですね。はい。じゃあ打ってどこに線引っ張ってるかっていうと、ちょっと色変えると、この「う」ってこれがさ、これが1個また2個っていうふうにこうどんどんこう並んでるでしょ。ってことは「う」ってここだよね。うん、でここが「い」だよね。だから場所だよ、場所を指してるんだよ、これね。でこれが「あ」はどこですか？なんか「い」と「あ」と「い」の距離と「い」と「う」の距離がちょっと違うよね。「あ」の方が近いってことは「あ」が線対称、「い」から見て線対称で左側にあるわけじゃないよね。重なってるとこでしょよ。つまりちょっと距離が近いってことはね、ここの距離とここの距離ってね離れてるじゃん。ってことは「い」を真ん中にしたら「う」は離れてる。つまりミオシンがなくなったところのアクチンのとこだけが「う」で「あ」はちょっと距離がね、こっちの方が小さいでしょ、狭いでしょ。うん、狭い。こっちの方が広いじゃん。ってことはサルコメアの中でミオシンとアクチンが重なってる部分が「あ」だよね。うん。ってことははい、簡単でしょ、もうこれで。A がA が B って何？ほんとさ、空気読んでよ。A が「う」だよね。そう、はい、A が B ってもうやばすぎんねんけどね。 B が混ざってるってことはほら、小さい点と大きい点混ざってるから「あ」だよね。C がそういうこと。じゃあこれはっていうと、答え何番ですか？はい、4番。合ってた？今消しゴムで消したでしょ？小学生みたいに隣の人と丸付けしましょうって言われた瞬間にやべえ。隣の人になんかちょっと賄賂渡すみたいなね。飴玉あげるからさ、消してゴムで消してよ、丸にしといてくれれば後で消しゴムでこっちで直すからね。最悪ですね、これね。はい、じゃあこれが、答えでしたと。大丈夫？はい、図2中の A か、これね、 A かのうち骨格筋が収縮した時にその長さが変わる部分、はい、ここ線引いてね、骨格筋が収縮した時にその長さが変わる部分、ここ線引いてください。これ何ですか？これまず命題ってどこですか？ミオシンだけのとこだ、どこですか？ミオシンがあるとこ。ミオシンがあるところ、ここってこと？ミオシンだけのこと？ミオシン全体？ミオシン全体ってことはここってこと？ここ安泰だよね。ここ安泰です。アクチンが安泰だ。はい。ここアクチンだけのとこでしょ。こっからここまでが明泰でしょ。この骨格筋が収縮した時って長さがどこが変わるかっていうと、骨格筋が収縮ってことはサルコメアが収縮するわけでしょね。図が上手じゃないけど、これミオシンはそのままで、こいつが例えばこの辺ぐらいまでなんでしょ、こいつが。つまりこれがこう変わってるでしょ。だよね。わかる？こうこれがこうシュッてね、シャコンシャコーンって、このシャコーンってなんでしょ。この中に入ってるこれ変わんないでしょ。外側がシャコーンってなんでしょ。うん。このシャコーンってなった時って何体が変わってんの？でしょ。つまり筋収縮の時に変わるのっていうのが、ここのね骨格筋が収縮した時にその長さが変わる部分、その長さが変わる、ちょっとねこれ今日ちょっとペン書けないんだけど、これその長さが変わる部分っていうのがサルコメアが変わるんだけど、サルコメアの長さが変わってるってことは、つまり明体が変わってんだよね。明体の長さが変わるんでしょ。うん。じゃああとは図の中の A かっていうものがそれぞれ何かを見ればいいんでしょ。だよね。かっていうのはこれ一小節、また小節言っちゃったから一節分、一近節分を見てるから、かは何？そう、かはサルコメアだよね。だからかは変わるでしょ。全体がだって長さ変わってるんだから。じゃあ安泰と明泰どっちが、じゃあ明泰が絵とどっち？O だよね。O が明体だよね。こうね、この明るいとこね、うん、この暗いところが明体、安泰でしょ。だから答えは「お」と「か」が変わるってことでしょ。6番ですね。これ間違ってたんですね。でこれがこのガシャンを覚えてたんでしょ。ガシャンを覚えてて、これをあなたさっき明体って言って、これを安泰って言ったから、安泰が収縮すると思ったってこと。ああなるほどね。これ逆ですからね。うん、ミオシンがぶっとい黒いぶっといやつがあると暗くなるじゃん。だから安泰とくれでしょ。これ薄いから明るいから明るい、あれ明泰とくれでしょ。ミオシンが引っ張るんですよね、アクチン。そうだよ。だからアクシンが動くんでしょ。アクシンが、そうだよ。だからミオシンがね、こうなんかね、こう手が出て。ね、手が出て「もっと近くに来てよ!」っつってギュッて引っ張るでしょ、うん、でサルコメア自体もちっちゃくなるし、明体はちっちゃくなるでしょ、はい、そういうイメージですね。